アントニー・ルジャ、アンソニー・ルージラ、1986年3月10日帯は、フランス・フィルミニー出身のプロサッカー選手。2014年から VFL 防フ部所属。ポジションはミッドフィルダー。AS ・サンテティエンヌのユースチームに所属し、2年後セカンドチームに加入するも、プロ契約には至らなかった。その後チームを退団し、2006年6月、三部の カンヌに移籍する。そこで2シーズンを過ごし、73試合に出場2得点を挙げた。翌シーズン同じく3部に所属していたパリ FC へ移籍。2年間で74試合出場9得点の成績を収めた後、2010年夏に2部のスタッドラバルに移籍した。そこで2シーズンのうち76試合出場4得点の成績を挙げた。 スタッドラバルでの活躍が認められ、ブンデスリーガの複数のクラブが強い関心を持ち、最終的に、ドイツブンデスリーガ2部のディナモドレスデンがルジアの獲得に至った。2014年6月30日に2年契約を結んだ後、2017年まで3年間契約を延長した。ただし、ここでの契約は、ブンデスリーガの1部と2部でのみ有効であったため、 ディナモドレスデンは3部に降格した際、契約は解除され、2014年の夏に、VFL 防府向け、遺跡金なしで移籍した2012年11月18日に、第一子となる息子を設けた。ダイナモバーップフライテッドアンソニー・ルージラ。ダイナモ、ドレスデン、で、2012年5月31日閲覧。アンソニー・ルージラブライブ飛びす2017倍、ダイナモドレスデン、ルピア。 オンライン、デファット、ルージラブリンクとボーキュームエンデューティグメアークオリタット、キッカー、で、2014年8月17日閲覧、ダイナモスペクストラーニ、2012年11月11日閲覧、ありがとうございます。